は、えー、こんんにちは速歌塾の皆さん、えー、今回はですね、花屋龍馬さんのことをまた紹介するわけですけども、私が花屋龍馬さんを紹介して、およそ2ヶ月ぐらいになります。まだ2ヶ月経ってないんですけどね。で、その時のチャンネル登録者数は120人ぐらいで、私はね、これをすごい勢いで1000人とか1万人いくんじゃないかなというふうに申し上げましたけども、まあその通りですね、今400人を突破して、しかも、この花屋龍馬さん、お仕事を辞めて、えー、自立するという、自立ですか、なんだ その起業のきっかけも私の動画の中から取り出していただいてねまず商品持たなくちゃねっていうことをしっかりとねやっていただいたんですねだからすぐやればすぐ分かるってことなんですよで花涼真さんがね、えー、まあこういうふうに無職ニート生活っていうね形で家庭教師を始めるそうなんですよ家庭教師のコンテンツも、まあ、あの手品があったりマインド系があったりとかね、えー、このカードの メルカリ転売っていうのがあるわけなんですすけどももししっかりとしたもんですよねでこれを若いのにここまで、えー、考えられてやっていってでしかもすぐやるっていうことをね私たちはどういうふうに捉えていくかどういうふうな学びに変えていくかってことがあるわけなんですけどもうん,なんか若いやつは勢いがあるなっていうふうに考えちゃダメなんですよ違うんですよあの我々の方が長い時間を生きてるだけ有利なんですよねたくさんの経験もしてる失敗も見ているいろんな世界も見ている有利なはずなのになぜかねなぜかこうやってまたね、えー、出し抜かれるわけなんですよ。 だからちょっとここはね焦りと悔しさ、敬意も持ちながらも焦りと悔しさを持った方がいいと思いますね。そして嫉妬してください。何で自分にはこんなにね、えー、すぐにできるこの行動力がないんだっていう感じでね嫉妬して、ぜひ、ね、追い抜いていただきたいと思います。もうすでにね目標にしないといけない人物ですよ、彼は。うん、出会った頃はねそんな大差ないというふうに感じた方もいるいらっしゃると思いますけども、も今は凄まじい、えー、こうね結果を出しているということでございますね。うん 家庭教師始めた理由を話します。えー、ぜひね。花屋の龍馬さんの決意の動画、ご覧いただければと思います。それでは失礼します。